はい、特別定額給付金なんですけども、まあ、この辺にちょっとヒントがあるかなと思って今記事見てるんですよ。必要なら追加経済対策を検討ということで、河野太郎行政改革大臣が言われてますね。経済を殺すことできないと。まあ、消滅した需要を経済対策で、まあ、要するに金をね、ボカンと出してやるんではないかなと。緊急事態宣言の期間がおそらくね、2月の中で終わらずに延長になると思うんですよ。その延長のタイミングで出るというふうに読むこともできるかなというところです。そしてもう一つね、気になることがあるんですけども、それはですね、これなんですよ。バイデン大統領がまあもうすぐ就任するわけですけども、200兆円の財政出動してるんですよね。200兆円って日本の国家予算の2回分ですよ。現金給付は14万円いくわけですよ。これが何を意味するかっていうと、市場にドルが大量に流れてくるんですよ。それこそ日本円なんてね、日本の国家予算の倍ぐらいが流れてくるわけですから、これ円ドルの関係がね、ものすごく壊れてくるんですよ。今これチャート見ているドル円なんですけども、このがね、あのバランスが壊れることになりますね。200兆円もこう突っ込まれると、これはバランス取るために日本円も供給しないといけないんじゃないかなと思うんですよね。まあそう考えると、まあ何の証拠にもならないんですけども、この2つの記事でね、この記事とこの記事で、まあ私はね、これ何らかの経済対策がこれから整えられるんではないかなと思いますよね。まあどっからそのお金を持ってくるのか分かりませんし、誰に対して払うのか分からないけど、何かちょっとこう想像を絶するような裏技が出てくるんじゃないかなっていう気はしますね。もうちょっとあの他の記事も見てみます。今日は一旦ここで。はい、18日からね、国会が始まるわけなんですけども、やっぱり私たちの注目するべき気になる点っていうのは国民生活支援ですよね。その中でも特別定額給付金のこの令和3年度版が出るのかどうかってことでございます。今のところ予備費が 4.6 兆円あって、そして第3次の補正予算がこれが決まってくるということなんですけども、残念ながらですね、ここに国民生活支援に割り当てられる、まあ、余地はないのかなということは今までと同じことしかね、私は言えません。出ないのが前提でございます。まあ多分出るとしたら新年度の予算じゃないですかね。令和3年から始まる予算です。ここにコメントをいただいてます。次回給付金支給されますか、第2の給付金ですか、それは菅しかわからない、金出せや。第2弾の給付金出ますか、繰り返し申し上げますけども、現時点では出る余地は全くないんですよ。だからどうするなんですよね。だからどういうふうにして、私たちの気持ちを届けてね、給付金を出していただくかってことになります。現在ですね、事業者向けの1日6万円を上限とする保証と取引先20万40万というね、保証がありますので、こちらはかなり範囲広く、出ますんで、まあ、経営者の方とかね、取り組んでいただければいいんじゃないかなと思いますね。ただね、経営者の方、経営者の方って言うんですけども、ここまで持つ会社っていうのがなかなかないんでですね、まあその支援金をいただこうと思っていたけれども、もうすでに会社が持たなくて潰れてしまったよってところも多いと思うんですよね。でそうなると、私たち残された道ってのは何かっていうと、やっぱりゼロゼロ融資の方なのかなと思います。で特別定額給付金のことについてまたね、改めてお話しすると、やっぱりね、出るところはないです。だからどうするになってくるんですよ。だから出してもらうためにね、どういう働きかけをするかってことです。まあ私もね、ほぼ全ての国政政党には伺ってですね、皆さんからいただいたコメントと私の気持ちをぶつけることができました。でその模様が野党を通じてね、与党の方にも届いたところは、私の動画を見ていただいた方なら、まあ、お分かりいただけていると思うんですけども、ただね、あれでどうなるのかってことは分かんないですね。で出るとしたら早くても3月、いや多分4月ですね。4月の令和3年度予算の、そして第1次補正予算じゃないですかね。そうなると、6月とか7月とかになってくるような気がします。ちょっとそんな感じですかね。
ちょっとまだね、ここではっきりと申し上げられないこともあるんですけども、特別定額給付金に対しては、もしかしたらこのお金を使うかもしれないっていう財源は、ちょっと頭にあるんですよね。ただこれちょっとね、あんまりいい加減なこと言って、まあ、気を持たせてもいけないんで、ちょっと申し上げられません。現時点で言えるのは変わらず、まあ、給付金の第2弾はないよということでございます。だからないからどうする、どんな活動をするかってことなんですよね。やっぱり野党を通じて与党の方にどんどんねメッセージを送っていくこと、そして政権与党の方にもしねご縁があるようでしたら、そういう方を通じて声を届けていく、国会の方に声を届けていくってことになります。きっとですね、18日から始まる国会では野党の方がきっとですね次々に国民生活支援のことについて計らってくれると思いますので、ね、発言してくださると思いますので、それを応援しましょう。私たちの応援するっていうのは、ただねテレビを見て頑張れって心の中で願うだけではなくて、今日はよく言ってくれたっていうふうに街頭の議員さんのね事務所の方に連絡をして、お礼と次の励ましともうワンプッシュを期待をかけることですね。そして自民党公明党の方にはやっぱりね丁寧にね、今日も野党の追及があったけども、あれが本当に国民の声ですよと、どれだけの会社が潰れ、どれだけの人が職を追われ解雇され、苦しい年末年始を送ったと思いますみたいな感じで素直な気持ちを届ければいいんじゃないですかね。まあそんな感じですかね。はい、では引き続きまだ私の方もね、どんどん出すように働きかけていきますけども、まだまだ少ないです。定額給付金を求める声はまだまだ少ないです。1000万人ぐらい集まらないとダメだなと、っていうかね、1000万人集まったら確実に執行されると思うんですけども、ただねまだね万っていう単位でもないんですよね、まだね。なんででしょうね、特別定額給付金国民の皆さん欲しいでしょ、あったら助かりますよね。でも要求してる人が極端に少ないんですよ。自力でやるよってことなんですかね。はい、じゃあ今回は以上です。